カール一世、カール一世、1887年、8月17日から1922年4月1日は、最後のオーストリア皇帝、在位、1916年11月21日から1918年11月12日。ハンガリー国王,王としては、カーロイ4世。ボヘミア国王,王としては、カレル三世。カトリック教会の副社。 王子であるフランツ・ヨーゼフ一世の後継者として1916年に即位し、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の統治者となった。第一次世界大戦に敗れて、国事不寛容を宣言したが、王権侵受説の観点から大意は拒絶した。莫大な皇室財産のほとんどを、新生のオーストリア共和国に没収された後、二度に渡って、 ハンガリー国王への復帰運動を企てたが失敗し、ポルトガル領マデーラ島に流されて、困窮の中で病死した。カトリック教会への熱い信仰心を持ち、フランス首相クレマンソーからは、中央における教皇と、時のローマ教皇ベネディクト15世からは、私のお気に入りの子と呼ばれ、20世紀の国家元首としては、初めての副社になった。 1887年8月17日、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の皇族夫フランツ大公と、ザクセン国王、ゲオルクの娘マリア・ヨーゼファの長男として、ドナウ川の下半に位置するに生まれる。当時は、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の長男、ルドルフ皇太子が存命であり、皇帝カール・ルートビヒ大公の孫として誕生した、カールは、帝刑賞とは、 かけ離れた存在だった。そのため、カール誕生のニュースは、宮廷に関する他の記事と一緒に扱われたに、過ぎなかった。カール生誕児のオーストリア行為継承順位、灰色は個人。1889年1月30日、2歳に満たない時に、マイヤーリンク事件で、ルドルフ皇太子が謎の死を遂げた。行為継承者はしばらく決定されなかったが、 皇帝カールルートビヒ大公かその長男フラツ、フェルディナント大公のどちらかが後継者だと目された。将来フランツフェルディナント大公が身分相応の女性との間に男児を設けることが当然視されており、夫フランツ大公とその息子カールの出番はないと考えられていた。デドルフ皇太子の死後も依然としてカールの立場には変化がなかったのである。一家の領地であるや、 父、夫フランツ大公が帝国陸軍の司令官を務めていたプラハで、カールは特に母マリア・ヨーゼファの調和を受けて育った。父、夫フランツはそこに、やや問題のある大公として知られ、軍防と剣以外のものを一切身につけずに、ホテルザッハーのロビーを横切るという事件を起こしたこともあった。そのため母マリア・ヨーゼファは、カールたちを、 父親の悪い影響から避けるために不信したという。皇族の義務として受けた宗教教育によって、カールはローマカトリック教会への厚い信仰心を持つようになった。カールは家の礼拝堂での祈りを欠かさず、毎日夕方になると、両親の救命をし、タファーットの聖母、マリアの聖堂に行くのを好んだ。ある日、 の領民が火事で家をを失っっってて困いることを知った、カールは自分の貯金箱を壊して貯めたお金をその家族に渡した。またある日、無造作に投げた木の枝が聖母マリアに捧げられた聖堂に立ってしまい、神の母を傷つけたという思いで泣き出してしまったという。1896年、祖父カール・ルートヴィヒ大公が高いし、叔父、フランツ・フェルディナント大公が、 皇位継承者に決定した。しかしフランツ・フェルディナント大公は、将来の皇后としては身分不相応の伯爵令状、ゾフィ・ーホテクと恋に落ち、子孫の天位継承権を放棄することを、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世に誓った上で1900年に帰戦結婚した。これによって、将来フランツ・フェルディナント大公からその弟、夫・フランツ大公の血脈に定位が移ることが、 ほぼ確定的になった。1906年、不節生が過ぎたために、父、夫フランツ大公が41歳で創生すると、カールの定位継承順位は、叔父・フランツフェルディナント大公に次いで、第二位となった。マリア・テレサ・フォン・ポルトゥガルの容易周到な計画によって、1909年に、ツイタフォン、ブルボンイコール、パルマと出会う。 マリア・テレサは亡き祖父カール・ルート・ビヒ大公の三度目の妻で、すなわちカールの義理の祖母にあたり、さらにツイタにとっては母の妹であった。カールとツイタはこれ以降、宮廷内のほとんどの人間に気づかれることなく、親密な交際をするようになった。将来の皇帝となるであろうカールに、フランツ・ヨーゼフ一世は自身の孫娘、 エリーザベとフランチスカを嫁がせようと考えたが、血縁関係が近すぎることを心配するカールの母、マリア・ヨーゼアの反対にあった。そこで、フランツ・ヨーゼフ一世は、今度は、オルレアン家の血を引くデンマーク王女マルグレーテをカールと、結婚させようと考えた。1910年秋、カールは、フランツ・ヨーゼフ一世に呼び出され、そろそろ自分に合った結婚相手を決定するように、 命令された。結婚相手とする女性には、カトリック信者であること、現在、またはさんにおいて、当地に預かった君主の子女という二つの条件が、付けられていた。1911年5月中旬、カールは、チタに求婚し、婚約に至った。マリア・ヨーゼファから婚約の報告を受けたフランツ・ヨーゼフ・イ世イは、カールを本気で、デンマーク王女と結婚させようと考えており、 チタと真剣に交際していることを知らなかったため、大いに驚いた。しかし旧パルマ公国の公女で、カトリック信者であるツイタに、老帝は納得し、この婚約を祝福した。1911年6月24日、ローマ教皇ピウス10世は、ツイタに、私は、あなたの未来の夫を祝福します。彼は次のオーストリア皇帝になるでしょう、と言った。チタらが次の皇帝は、 フランツ・フェルディナント大公であると訂正しても、ピウス十世は次の皇帝はカールであると繰り返したという、同年10月21日の上官において、カールとツイタの結婚式が挙行された。1914年6月28日、サラエボ事件で、皇位継承者、フランツ・フェルディナント大公夫妻が暗殺されたのを、契機として第一次世界大戦が勃発した。 サラエボ事件当日、食事の時間にいくら待っても主食が出てこないのを不審に思ったカール夫妻はやがて自重が電報を持って入ってきたのを見た。その電報に目を通したカールは顔面蒼白になってフランツ白布が暗殺されたと一言、下に行ったという。やがてカールの元には時のローマ教皇ピウス十世からの手紙が届いた。カールは皇帝に この戦争の危険性を十分に認識させるように、ローマ教皇から助言されたが、しかし当時カールは、ウィーンの政治中枢から一貫して外されており、一度たりとも、海戦についての意見を求められたことはなかった。セルビア王国への最後通帳についても、カールは、ある銀行筋からの電話で知ったありさまだった。カールは、 新たな行位継承者になったにもかかわらずこのような扱いを受けていることに悲憤したが、後にこれはカールに改戦責任が全くないことを証明した。フランツヨーゼフ一世たっての願いで、改戦後しばらくして、カール一家はシェーンブルン宮殿で皇帝と同居するようになった。カールは、老帝から大いに信頼され、次のような評価を受けている。チンはカールを非常に高く評価している。 カールはチンに明確に意見を表明する。しかしチンが考えを固執するときには、それに従う気持ちを失ってはいない。参謀本部長、フランツ・コンラート・フォン・ヘッツェンドルフは、開戦後もカールに活躍の場を与えようとしなかった。カールの日程は、歓迎会、越見、連平場への訪問などの実動を伴わない公務で埋められていたが、1915年7月に、 ようやく皇帝の側近に任命され、決裁の済んだ報告書を見せられるようになった。カールはオーストリア首相とハンガリー首相から政治の抗議を受けるようになったが、この生活は長続きしなかった。若い大公を側近から外すよう求める声にフランツ・ヨーゼフ一世が駆使してしまったのである。そしてカールは新設のイタリア第20部隊に派遣されることになった。 イタリア戦線においてカールは依存層の戦いの際に後位継承者でありながら自ら水中に飛び込んで川に溺れかけた男を助けた。また従軍司祭であったロドルフォス・スピッツルによればアシエロへの過酷な行軍の中で傷のために歩行不可能となった兵士を助けるために取り成したという。1916年11月12日イタリア戦線にいたカールは フランツ・ヨーゼフ一世への体調悪化の法を受けて、ウィーンに帰還した。同月二十一日の午前には、老帝は高熱を発しながらも執務室で書類に目を通し折り、カール夫妻が面会に来たと聞いて軍服に着替えようと、する元気はあった。しかし同日の午後になると、老帝はため息をつきながらこう語ったとされる。ジンは、他自他んな折に定位につき、 さらに困難を極める時期に定官を譲り渡さねば、ならなくなった。同日夜21時5分、老廷フランツ・ヨーゼフ一世は86歳で死去し、カールはオーストリア皇帝、カール一世と呼ばれることとなった。新皇帝となったカールは、直ちに宮廷改革に取り掛か,かった。行々しい宮廷儀礼を廃止し、電話などの現代危機器を取り入れたり、 勤務形態や社交形式などを改めさせた。ハンガリー人の管理には母国語で話すことを許し、それまで皇帝との越見の際に義務付けられていた演尾服の着用を不要とするなどした。自重部官はカール一世の一連の改革について移行措置など全く聞き入れず、ハリケーンの如しと述べている。選定フランツ・ヨーゼフ一世が顔面までに日常、 生活の形を崩そうとしなかったのに対して、カール一世は、不快であるの一言で計画を中止にすることも多々あった。多くのことを即時即決で行ったため、思いつきのカールと、宮廷であだなされるようになった。1916年12月30日、カールは、ハンガリー国王、カールイオン世として即位することとなった。聖意首都バーンの王冠をいただかなければ正当な。 ハンガリーの統治者とは認められないため、戦時中にもかかわらず、荘厳華麗な即位式が、ブダペストのマーチャーシュ制度で挙行された。この即位式においてカールはこう宣誓した。ハンガリーとその周辺諸国の国境を、我々はこれまで同理存続させ、縮小させることなく、可能な限り拡大していこうと。カールは皇族時代に密かに帝国の完全連邦化を、 構想していたが、この先生は明らかにカールが念頭に置いていた新体制を阻害するものだった。1917年3月23日夜、カールはラクセンブルク城において、皇后チタの二人の兄パルマ講師、ジクストストグザビエ講師と密談した。カールが彼らと密談した理由は、あくまで勝利のみを追求する、同盟国ドイツ抜きに、オーストリアイコール、 ハンガリー帝国と英仏との単独講話を締結するためであった。ドイツ帝国はまだしもオーストリアイコールハンガリー帝国の食糧事情は深刻で、もはや戦争を続行できるほどの国力が残っていなかったのである。カールは前線の兵士や窮防生活に忍住している国民のことを気をかけており、証言によれば戦場を訪問した際にカールは思い余って、 落雷したことが何度もあるという。また、ある写真家の前で、誰も、このようなことを神の御前で申し開きすることはできない。できるだけ早く、これを終わらせなければと涙を流しながら述べたこともある。早期に戦争を終結させたいという思いからカールは、単独講和を試みたのだが、彼らに渡したこの時の手紙が、かえって、ヨーロッパ中を騒然とさせることになる。手紙は、 上記のような内容で、さらに次のように明記してあった。フランス政府は、パルマ公使を仲介としてのオーストリアイコール、ハンガリー帝国との講話を、フランスヨーゼフ一世の存命時から拡作していた。パルマ公使に、後位継承者カールと接触させようと、フランス政府は考えていたが、当時カールには、何の権限もなかったために計画のみで終わった。カールが即位すると、フランスは、 パルマ公使に交渉の開始を促した。つまりこの単独講和交渉はフランスとオーストリアイコールハンガリーの思惑が一致してのものであった。しかし1918年にフランス首相クレマンソーがこの秘密交渉を暴露してしまった。当初カールは手紙を書いたこと自体を否定し、次にその手紙の存在を認め、 フランスの正当な返還要求の支援については記述がなかったと言ってしまった。ドイツ軍部はこのカールの秘密交渉に激怒し、またオーストリアイコールハンガリーでは虚偽の発言を重ねるカール制で提出の辛抱は失墜した。皇帝夫妻が同盟国ドイツを裏切ってその領土を割上させようとしたことは多くのドイツ民族主義者の憤慨を招くことになった。 この皇帝の失態を後期と見た反君主制、活動家のプロパガンダも広まり、敵国イタリアとフランスの双方にルーツを持つ、ブルボンイコールパルマケ出身の皇后、チタを非難する声も高まった。戦後になって、批評家、アナトール・フランスは次のような意見を述べている。1918年、同盟国側の戦線崩壊とともに、各民族が相次いで離反、チェコスロバキア、 ポーランドなどが共和国を宣言し、帝国は崩壊していく。オーストリアの休戦要請に対する、共商国からの返答がない中、カールは、帝国内の諸民族と直接交渉しようと試みた。10月12日、提出の保養地バーデンに、すべての民族の32名の大議士を招き、諸民族内閣を発足させようと試みた。しかし、チェコ人と南スラブ人からは、 オーストリア政府内でこれ以上何もするとはないと返答された。ボヘミア、クロアチア、ガリツヤなどで暴動が起きようとしているのを知ったカールは、これを食い止めるため10月16日に連邦制への国家改造の宣言に署名した。カールにはもはや皇帝の認可なしに実施されたものを名分を持って認可することによって権力の巨像を保持することしかできなかった。また、 この宣言を受けて、ハンガリー王国議会では、1867年のアウスグライヒの前提が崩れたので、オーストリアとハンガリーの間には、もはや、単なる人的同訓連合の他は、いかなる関係も存在しな、との声明が出された。11月3日、カールは、正式に、帝国連邦化を宣言し、同日イタリア王国とビラジュスティ休戦協定を結び、 無常を健康した。11月9日、ドイツ皇帝ビルヘルム二世が退位を宣言した。その直後ドイツではドイツ社会民主党の主導する政権が誕生したことを受けて、オーストリア社会民主党は、オーストリア皇帝も退位する要求し始めた。は、王党派であったが、彼らも最終的には皇帝退位に同意した。11月11日午後3時。 シェーンブルン宮殿内の政治の間において、カールは次の声明文に署名した。これは、首相と内務大臣ガイアーの起草によるもので、カールは、同日の午前十一時頃にこの走行を見せられた。あと、これは大意声明ではないか。人は大意なぞするつもりはない。と激行した。ラマシュとガイアーは、断念とは、告示行為であって、定位ではないことをカールに保証した。 続いてこの最終的総公文は、皇后、チタにも見せられたが、チタも、カールと同様に、これは大以外の何者でもありませんと怒った。この際にも、大宣言ではないことが、起草者によって保証された。午後三時に、カールが署名を決断した時、すでに町の広告塔から、皇帝大は、国民に知らされていた。二日後の十三日、今度は、 ハンガリーの統治を断念する類似の書類にカールは署名した。この際にもカールは、チンはハンガリー王になることを神に宣誓した。その宣誓を破棄するか否かの決定を下すのは神、ノミナと自身の立場が王権神授説に基づいていることを述べ、王位から退くことは明確に否定した。国事不関与宣言を発した皇帝一家は、その日のうちに、 シェーンブルン宮殿を退去した。皇帝夫妻は、召使会に至るまで、一人一人と握手を交わして、別れを告げた。二十四人の護衛兵の乗る自動車に先導されて、一家は、シェーンブルン宮殿からに移った。九百十九年一月、共和国初代首相、カール・レンナーが、エッカルツアウ城のカールのもとを訪れた。カールは、越見を拒絶し、代理として、 自重部官、レベコフスキー伯爵に会談させた。レンナーの話の用紙は、無分別な輩が予測できない暴挙に出る恐れがあるとして、できるだけ早期に国外に出るよう勧告するものだった。実際、2月には、エッカルツアウの周辺を300人もの赤軍が徘徊しており、配備された武装警官10人では安全面に相当の不安があった。 カールはスイスへの亡命を真剣に考え始めた。近々、オーストリア皇帝一家が虐殺されるとの情報を確かな筋から受け取ったイギリス政府は、ロシア革命の際に、ロマノフ家を英国王室と遠赤関係にあるにもかかわらず見殺しにしたと非難されため、今度のハプスブルク家の出国には積極的に協力せざるを得なかった。イギリスから派遣されてきた大佐は、 ハプスブルク家をめぐって、共和国首相レンナーと激しく対立した。皇帝の単位がなければ出国させずに逮捕すると、激高するレンナーに対し、ストラット大佐は、オーストリア政府が皇帝の出国を妨害している。バリケードを築くとともに、オーストリア向け救援物資の一切の凍結を命令するという伝聞を、あらかじめ作成しておき、レンナーにちらつかせた。これに、 ランナーは絶句し、無条件で皇帝としてお召し列車で出国するカールを見逃さざるを得なかった。3月23日、皇帝一家はオーストリアを出国した。翌日、オーストリア最西端のフェルトキルヒ駅でカールはすでに用意してあった次の声明文に署名した。この時期に赤軍を刺激したくはなかったため、 カールのこの声明文はローマ教皇やオーストリア首相の手元のみに送付された。3月27日、レンナーは国民議会にハプスブルク家は永久に統治権を帯びすべての特権を執行するという法案を提出した。この法案は4月3日に可決され、さらに王冠に基づいた財産のみでなく、ハプスブルク家の私的財産のほとんどが共和国に没収された。 わずかに残された財産も、財産税課税のために差し押さえられてしまった。ハプスブルク法を参照。皇帝一家に対するスイス側の態度は、友好的で、かつ、敬意のこもったものだった。入国前には、反君主制組織から、かなりの批判を受けたが、しばらくすると、カールへの批判はなりを潜めた。急進的な新聞でも、 皇帝夫妻の平和への働きかけを評価するようになり、保守的な新聞に至っては歓迎の意さえ表していた。1919年3月21日、共産主義者のクンベイララによって、共和国大統領の政権が倒された、ハンガリー評議会共和国。クンラは、急進的共産政権を打ち立てようとしたため、多くのハンガリーの資産家や、 政治家がウィーンを中心とする国外に亡命した。新政権に対して、ホルティミクローシュなどは反旗を翻し、政権を転覆させた。右与曲折を経て、ハンガリー国民議会は、聖衣シュトバーンの王冠の下での王政復興を決議し、ハンガリーの政体は再び王政となった。エッカルツアウ宮殿で、王権停止宣言に署名させられていたが、法的にはあくまでカールが、 国王、カーロイ・四ンであったため、スイス当局もカールを再び大いに登板させようとした。ハンガリーでは、カーロイ・四ンの福祉を望む者、カーロイ・四ン以外のハプスブルクを望む者、新しい王家を望む者、君主制に反対する者もおり、混沌とした状況だった。カールはできるだけ早くハンガリーを訪れて、自身がハンガリー国王であることを知らしめようと決心した。 1921年3月、カールがハンガリーに入国すると、応答派の政府交換などが駆けつけてきた。ハセさん自たハンガリー首相、テレキパールは、カールに向かってこう述べた。陛下、二つの選択肢があります。このまま、スイスへ戻るか、ブダペストへ進軍するかのいずれかです。カールは、ブダペストを選択した。当時の原種折衝ホルティ・ミクロウ氏は、 カーロイ・四ンの帰国を当初は歓迎したもののこの動きを警戒した周辺国のチェコスロバキアとユーゴスラビアが動員をかけたためカーロイ・四ンの外退去か戦争かの二択を迫られることとなった応答派であったホルティは悩んだ末に国民を守るためハンガリー議会マンジョウイッチの元カールに国外退去を求めることとしたこの結果として 最初のカール一世の試みは挫折した。半年後、テレキに代わって首相となったと、失勢ホルティは、ハンガリーで、強権的統治を行っていた。国王支持者の計画的な追放が進められており、以前からホルティを危険人物と考えていた国王は、カールのブダペスト維持を絶望していた。こうした情勢を受けてカールは再び、ハンガリー入国を決断し、 市場スイスに残したまま妊娠中の皇后を、チタと共に飛行機でハンガリーに向かった。1921年10月にカールは再びハンガリーの地に降り立ったが、この試みもまた失敗した。イギリス会員は秘密会議でカールをハンガリーから連れ出すことを外務大臣、ジョージカーゾン教に迫り、ちょうど国会を航行中のイギリス軍艦で移送することが決定された。 11月19日午後3時、カール夫妻を乗せた英国軍艦は、大西洋に浮かぶポルトガル領までエラ島に到着した。カール夫妻は島民に暖かく迎えられ、中心都市フンシャルに、ビラビクトリア有比較的快適な住居を与えられた。しかし、皇帝一家の財産は突きかけており、翌1922年2月中旬には劣悪な、環境の山荘に転居せねばならなかった。 地下の日記によれば、マデーラ登場陸の数日後に、英国領事から、もしカールが正式に退位するならば、旧、ハプスブルク諸国に没収されている、皇室財産を返還するだけでなく、英国も経済的援助を惜しまないといった内容の手紙が届いた。しかしカールは、私の定款は監禁できるものではないと、皆さんにお伝えくださいと返事を送ったという。やがてバターも変えず、 ベビーシッターの給料も3ヶ月間未払いになるほど、皇帝一家は困窮した。当時の図院の一人は、皇帝一家の困窮した生活を次のように改装している。3月9日、4男、カールルートビヒの4歳の誕生日プレゼントを買いたいという子供たちを連れて、フンシャルに出かけた。この時カールは風邪をひいてしまったが、医療費が心配で、医者の診察を受けなかった。 風は次第に悪化していき、そのうちカールは呼吸困難に陥ってしまった。チタは慌てて医者を呼んだが、すでに肩肺が侵されているとの診断が下された。治療の甲斐なく、やがてカールは両肺を侵されてしまった。カールは病床で自分は私の人民たちがもう一度一緒になれるように苦しまなければならないとチタに語ったと言われる。カールはチタに これからは、スペイン国王アルフォンソ十三世を頼みとしなさい。彼は、私の家族を助けてくれると約束してくれた。私が、ハンガリー王でないという宣言は無効だという言語し、1922年4月1日12時23分に、放行した。去年34、なお、アルフォンソ十三世は、カールが死去した晩に、どういうわけか、 チタと子供たちの面倒を見なくてはという義務感に突如、取りつかれたと後に術している。葬儀には3万人が参列したという。カールの死から60人以上が経った1989年3月14日、ツイタは96歳で死去した。4月1日に、ステファン大聖堂で葬儀が営まれたが、この日程は、マデーラ島でカールが死去した1922年4月1日に、 慌てのものだった。チの心臓とともに、カールの心臓も壺に入れられ、に安置されている。心臓以外のカールの意外は、未だ、マデイラ島フンシャルにある。皇帝病カップツイーナーの骨堂の地下室には、棺の代わりとして、カールの胸像が安置されている。カール一世はその伝えられる数多くのエピソードから、神への信仰心が、極めて熱く、また、 徳の高い人物であったと評価される。アンドリュー・ウィート・クロフツは皇帝参加の中で、我らが良き皇帝、フランツと歌われる先祖のオーストリア皇帝フランツ一世よりも、全両帝の名に値する君主であったと評価している。没した翌年の1923年、後に、 オーストリア大統領となるビルヘルム・ミクラスが、の数奇教に対して、劣勢のプロセスを開始するために必要な手順を、実施することを要求する、嘆願書を提出した。1949年、劣服を求める提案が起こされ、となった。ちょうど没後50周年に当たる1972年4月1日、マデーラ島に安置されている棺が開かれた。カール一世の遺体は、 ごく簡単な防腐処理しかされていなかった上、棺が激しく傷んでいたので湿気の多いマデーラ島の空気にさらされていた。にもかかわらず、非常によく保存されていた生遺物。遺体は、その後、新しい服を着せられて、新しい棺に入れ替えられ、再び密封された。1994年、全2巻、2650ページ以上にわたる詳細な、 報告書がバチカンに提出された。2003年12月20日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、カール1世の仲介に返せられる治癒を、奇跡と認定する文書に署名した。この時に認められた、奇跡とは、1960年に、両足の海洋に苦しんでいた、ポーランドの修道所が、カール1世に代岸を行ったところ、立ちどころに治癒したとされる出来事である。 2004年10月3日、サンピエトル広場にて列腹式が取り行われ、20世紀の国家元首としては初めての副社となった。ポーランドの修道所に関する奇跡のみならず、社会政策や戦勝者保護、平和回復の努力も評価され、ヨハネ・パウロ二世に模範的なキリスト教徒、夫、家父、統治者と称賛された。このことは世紀に入ってもなお、 ハプスブルク家が、神権的君主理念、ピエタース・アウストリア化の影響下にあることを示すものとなった。なお、ヨハネ・パウロ二世の父親カロル・ボイティワは、不評第十二連隊の忠実な軍人だった。ヨハネ・パウロ二世の本名、カロルは、かつての主君カール一世にあやかって命名されたもので、後される。ヨハネ・パウロ二世は、皇后、チタと会った際に、 父の公妃に挨拶いたしますと言ったこともある。神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の時代、神に選ばれし、一族として、より神聖なるカモンタランとするハプスブルク家は、歴史上の聖人や、正式な劣勢はされずとも聖なる存在とされる、歴史上のものを、形図を改ざんすることによって次々と自家の歴史に取り込んでいった。その結果、トロイアの王子、 ヘクトールやノアまでもがハプスブルク家の系譜に連なるとされるほどであった。それほどまでに聖なる血統とのつながりを欲ししたものの、生成を認められた、正真正明のハプスブルク一族としては、せいぜい尊者、マグダレーナがいるくらいであった。およそ650年にわたる王朝としての歴史の、その最後に、ハプスブルク家はようやく生成を公認された皇帝を出すことができたのである。 一般的に、聖人、副社はその命日が記念日として設定されるが、珍しいことに、カール一世の場合は、チタとの結婚記念日である10月21日とされた。このことが示唆しているように、いずれ、チタも、カールのように、カトリック教会の祭壇に加えられる可能性が高いと言われている、チタは2018年現在。なお、宗教的に、 超保守派だったカール一世の劣服は宗教的保守派に対して特別な神聖さを付与したいヨハネ・パウロ二世の政治的意向によるものだったとする否定的意見もある。ヨハネ・パウロ二世の在位中に行われた劣勢、劣服の中にはマザー・テレサやアロイジ・エステピナツのように物議を醸すものもある。否定派の間ではカール一世が劣服されたことはユダヤ人を 犬を呼んだ反動的な教皇をピウス9世が、ヨハネ・パウロ2世によって劣服されたのと同類だと、みなされている。副者から成人への昇格には、副者に認定された時のものを含めて2つ以上の、奇跡の認定が必要とされる。カール1世にまつわる、奇跡は、ポーランドの修道所の事例の他にも複数あり、それらの調査は、現在も行われている。 アメリカフロリダ州では、バプテスト教会信徒の少年が、カール一世への仲介による、奇跡を体験して、家族と共に、カトリック教会に改修したという。なお、アメリカにおいて、カール一世は、アメリカ国外の成人候補の中で、第一次世界大戦における敵国の元首、しかも幼少期から軽蔑の対象とすり込まれる。 君主という職業にもかかわらず比較的気な支持者がいる5人のうちの1人に数えられるという。皇后、下との間に5難三条を設けた。バッシェのエリーザベトは死後に誕生している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。